まあ、NHK の受信料っていうのは日頃契約した時から払う、まあ、今だと契約した翌月から払うとなってるんですが、裁判になった人だけは遡って払えと。そもそも NHK の受信料って契約した次から払うっていうのが、これが慣習になっているので、こちらはものすごい10ページぐらいの答弁書書いてるんですよ。で、 NHK が出してきたのはペラペラ1枚ものです。反論してきたのはね、僕何度も言ってますが、 NHK の最高裁の例の大法廷の判決は NHK も負けていると、裁判費用それぞれが払いなさいという判決が出てる通り、はい、ここは越谷の裁判所より NHK をぶっ壊すということで、令和4年3月の今日は9日ですね、朝の11時10分ぐらいなんですが、埼玉県の越谷市にある越谷簡易裁判所です。これも2階か3階建ての小さな建物なんですが、ここの2階の第3号法廷で11時から予定されていまして、僕はちょっと交通渋滞で遅れて、5分遅れたらちょうど5分後に到着したらすぐに始まったんですけども、まあ、NHK と契約をしていない人の裁判、まあ、いわゆる未契約と言われるものですね。で、未契約で裁判される人の 99.9% が自分で NHK に電話をして、B キャスカードの番号を伝えている人です。で、残りの 0.001% が、ケーブルテレビとか CS に入っている人。これは今までは BS キャスカードを教えなければいいっていうあれなんですが、例えば CS に加入するときには B キャスカードを教えないと CS 見れないんですよね。で、NHK が例えばワウワウとか NHK がスカパーとかに、弁護士を使って紹介、いわゆる質問すると、この人は、住所と名前とか教えてもらえるってちょっと実は制度があって、それで裁判された方が一人いるのはいます。ただまあ、B キャスカード番号をですね、自分から伝えて NHK のメッセージを削除した人が対象になるんですが、で、この、まあ、NHK の受信料っていうのは、日頃契約した時から払う。まあ、今だと契約した翌月から払うとなってるんですが、裁判になった人だけは、遡って払えと。過去に遡って払えと、こういう判決を NHK が求めるんですね。で、この裁判が今6件ぐらい僕のところに依頼が来ていて、昨日大阪の岸和田で、大阪簡易裁判所で、この越谷が実は3件まとめてやってます。で、今日そのうちの1件なんですけど、あともう1個が東京簡易裁判所で6件かなやってるんですが、そもそも NHK の受信料って契約した次から払うっていうのが、これが慣習になっているので、民法92条に、僕もちょっと最近知ったんですが、任意規定よりも慣習が優越するというようなことが書いてあります。まあ、みんなで、まあ、みんなというか、任意で決めた契約よりも、まあ、慣習の方が優越するっていうのがあります。だから、契約自体は争ってません。NHK と契約する義務があるのは争ってないんですが、まず慣習によって過去の分はいらないんじゃないかという主張を1個してます。これが主張1個です。で、もう2つ目の主張、全部で4つ主張してるんですけども、2つ目の主張がずっと僕が言っている割増金ですね。過去に遡って契約した場合、この受信料の2倍、つまり3倍の受信料を払わなきゃいけないという規約が12条にあるんですよ。で、この12条割増金3倍払いっていうのがあるから、それが公序良俗、つまり法律違反になるか、いわゆる法律違反ですね。いわゆる利息制限法とか、まあ、公序良俗に反するとかっていう、契約自体はいいんだけども、その NHK と放送受信契約を締結するという行為は認めるけども、その条件の中に法律違反の条項があるから、条文があるから、それを外してくれというのが二つ目。まあ、外してくれた。それがある以上契約できませんというのが二つ目の主張です。三つ目の主張が、5年以上前の分は時効っていうのがありますから、その時効について適用してくれ。まあ、これは最高裁は未契約の場合は時効ないって言ってるんですけども、一応念のために5年の時効と。で、四つ目が、NHK は最新の契約、だから最新の規約で契約しろと言って。で、
最新の規約っていうのは令和3年10月1日付のものなんですが、そこには受信料の月額って2220円って書いてるんですね。しかしこの6年ぐらい前のちょっと一定期間2280円、60円とちょっと高い時期があって、これは今契約するんだから過去に遡って受信料を払うのもわかるけども、それぞれの昔の規約は適用されないだろうと。だから60円かける50ヶ月分の3000円を安くしろというような4つの主張をしてます。で、NHK はこれに対してほとんど反論してきてないんですよ。で、反論してきてないっていうのは、まず最高裁が、そんなこと言ってないんだから、関係ないと。最高裁がこれ NHK の主張を当時認めてるんだから、そんな関係ないんだということで、もう NHK の反論ってものすごい短い2ページだったんですよ。それに対してもこちらはもう決心してくれと、もうこれ以上言うことないから決心してくれということ で裁判官が、まあ、裁判を始める前に、正確には裁判っていうのは書記官や裁判所の職員が事件番号を読んで令和3年第何号って読んでからスタートするんですが、それ始まる前に裁判長が NHK の原告の、まあ、弁護士、 NHK の弁護士に対してちょっと被告の方がこれ決心してくれと言ってるとっていう、まあ裁判前の話をして、原告がそれでいいですよみたいな、こちらも決心でって言ったんで、まあそこからまあ実際に事件番号を読み上げられて裁判スタートしました。で、 NHK の訴状陳述、被告側の答弁書陳述、 NHK 側からの準備書面陳述、被告からの第一準備書面陳述で、もう証拠も何もお互いの主張が1回2回3回4回2回ずつ出て終わりと。で、まあ簡易裁判所なんでどうなんでしょうね、まあ勝てる感じはもうほぼほぼ僕はゼロに近いなと思ってます。ただ裁判官がそのまあまあ確かにまあ現もうお互いの主張がもうこれ以上ないと言われてしまったら、確かに裁判官の方で補充しろとは言えないので、これ裁判長の方が補充してくれと、 NHK 側に補充してくれと言えば何か足りないんだと思うんですけど、まあこれで NHK を勝たせる判決が多分出るんだろうなとこれは思ってます。で、判決が非常に早くて3月の30日になりますので、これはまた3週間後なんでちょっと見に行きたいとは思ってます。で、他5件あるので、どういう裁判所がこれ判決書くのかじゃ結構見物で、最高裁で NHK が負けてる勝ってるのは間違いないんですよ。ただ正確に言うと NHK は主意的請求1、では主意的請求と予備的請求1までは棄却されて3が認められてるんですよ。僕何度も言ってますが、 NHK の最高裁の例の大法廷の判決は NHK も負けていると、裁判費用それぞれが払いなさいという判決が出てる通り、これ NHK 側の言う通り、このまま僕はロジック的にですよ行くとは全く思ってなくて、簡易裁判所がどういう判断を下すのかっていうのをまず早く見たいと。で、この裁判っていうのは、まあ、契約に関する裁判っていうのは大阪簡易裁判所はこれ地方裁判所に移送になってます。で、もう一件所沢でもやってるんですけど、これが3月の2日の予定が地方裁判所に移送になってます。だからそういう意味でも他の裁判で裁判官がどんな判決を書くのかをある程度見た上で、他の裁判のこちら側の主張がまあ弱い部分をちょっと補強したいということで、まあ、戦略的な今日は あえてこれ以上ガチャガチャやり返さないということでした。で、もちろんこれ第一審の簡易裁判所ですから、これで判決を下してくれると次は埼玉地方裁判所が第二審になります。で、埼玉地方裁判所というと非常に縁起がいい裁判所です。ワンセグでね、
払わなくていい、ワンセグは契約しなくていいっていう大橋くんが原告で NHK 訴えた時に勝った裁判所で、ここが第2審になります。これっての裁判はもう2審でほぼほぼ決まるので、まあ、そういう意味では移送させずに、ここでどういう判決、多分負けると思いますけども、3月30日に負けて、これで埼玉地方裁判所に控訴して、そうすると第1審の判決を争うことに、2審っていうのがなるんです。1審というのは原告の主張に対して争います。第2審というのは裁判所の判決について争うというね、そういう意味では裁判所がデタラメな判決を出すとですね、そこについては2審でしっかりとできると。でね、これポイントは、特にやっぱりポイントは割増金なんですよ。で、本件契約を認めるっていうか、今回の今日の裁判の請求の趣旨1っていうのは、 NHK と契約をするように強制する判決なんですよ。民事訴訟法のちょっと何条か忘れましたけども、で、この判決は確定するまでは実行されません。簡易裁判所で負けても地方裁判所に控訴すれば、まだ NHK との契約は確定しないんですけども、これ契約してしまうと受信料の他にその2倍の割増金っていうのを認めることになりますから、こんな公序良俗に反する契約をですね、認めていいのかと、ここについては相当ですね、ポイントがあると、ポイントというかね、ロジック的にはこんなのちょっと認められないはずなんですよ。で、この簡易裁判所、越谷簡易裁判所で出した判決が、次控訴審で争うのは多分6月とか7月とかになってくるので、まあ、それまでの間にこの割増金についていろんな角度で裁判とか、まあ、大橋くんが今契約をしました。で、NHK がそれに対して回答してきてるので、そこには割増金債権はあると言ってるんですよ。請求はしていないけども債権はあると書いてきてるんですね。で、裁判した時には請求すると言ってるんです。これまさに割増金については今回請求してきてないんですよ、 NHK は。なかなか難しいこと言ってるんで皆さん分かりづらいかもしれませんが、まあ、いずれにしても3月30日1時20分からここの第3号法廷で判決が下ります。で、その判決をもって控訴をするということで考えています。で、ワンチャンもちろんね、勝てる可能性はあります。さすがに2220円とか2208円のところについては、なんていうのかな、ちょっと問題があるとかね。で、こちらはものすごい10ページぐらいの答弁書書いてるんですよ。で、NHK が出してきたのはペラペラ1枚ものです。反論してきたのはね。で、そうすると裁判長の今日の感じで言うと、まあもう本当はもうちょっとやりたそうな、そんな感じだったよな。いやよね、やりたかったと思いますよ。だって NHK の反論があまりにも薄いから、薄いっていうのはロジックじゃないんですよ。いわゆる根拠がないんですよ。割増金については最高裁においては一切争われていないんですよ。もちろん受信料の金額についても争われてないんです。唯一時効の5年だけは争われてるんですね。だから NHK は時効のところだけちょっと分厚く書いてるんですが、割増金とその2220円、2280円の差額については最高裁判所で認められてるんだから、もう今更何を言ってるのみたいな、っていう反論ですよ。だからここについて、ひょっとしたらね、簡易裁判所っていうのはちょっと世の中の人が簡易裁判所のイメージでどんなイメージ持ってるかわからないんですが、もう建物の通り裁判所に見えないでしょ。チャッチーでしょ。で、中にいる裁判官も全然違います。東京の地方裁判所とか高等裁判所の裁判官っていうのは、いろんな事件を毎日扱っててですね、大変なんですけども、この簡易裁判所の裁判官って日頃何をしてるかっていうと、もう払いすぎた利息返せとかね、家賃払ってくれないお家明け渡ししてくれとか、基本簡易なものなんですよ。簡易なものっていうのは、簡易かつ迅速に処理できるものっていうことなので、だから3週間後に判決が出ると、こういう状況で、しかも裁判長は
地方試験にパスしてない人がほとんどです。あの長い間ね、あの書記官という仕事をしていて、いわゆる司法資格パスしてない人っていうのは弁護士にもなれない、検察にもなれない。ただ唯一簡易裁判所の裁判長はできるっていうところ、ほとんどがおじいちゃんです。今日の裁判長も60歳多分もう超えてるかな、まあおじいちゃんと僕と5つか10個ぐらいしか変わらないんですけど、もう ほとんどおじいちゃんなんですよ。で、特徴はだからそういうエリートじゃないので結構自由な判決書くんですよ。もう出世とか関係ないから。で、過去に簡易裁判所では NHK との受信の裁判はこれはいくつも勝ってます。過去とあのニュース見てもらえば分かりますが、土浦簡易裁判所でも勝ったことがあるし、松戸簡易裁判所でも勝ったことがあります。他にもね、まあ、もちろん一審でワンセグ裁判勝ったりしてるので、まあ、レオパレスの裁判も勝ったりしてるんですが、簡易裁判所って意外にえっていう判決書くんですよ。だから、まあ、ワンチャンね、まあ、裁判官が NHK のことが嫌いとかっていうことになると、全然出世とか気にしてない人たちなんで勝てる可能性もゼロじゃないということで、まあ、ちょっとだけ期待しながら 99% 負けると思いますけども、内容の判決もちょっと見たいということで、ですね、以上で終わります。星川簡易裁判所より NHK をベッコワー。